ブルサはトルコ北西部の都市、ブルサ県の県と、人口は約二百三十四万人、トルコ第四の都市、スキー場で知られるウルダーサンの山麓に位置し、市内に公園などの緑が多く残されていることから、緑のブルサとの異名を持つ。この地にあった古代の都市キオスが紀元前二百二年にマケドニアをピリッポス五世からビチュニアをプルシアス1世に与えられ、 その名にちなんで、プルサと名付けられたと言われる。シルクロードの生誕の都市として繁栄した。1326年から1365年まで、オスマン帝国の首都が置かれていたため、オスマン帝国初期のスルタンたちの病が残る。首都がエディルネに移った後も帝国にとって重要な都市であり、後にヒュダーベンディガール州の州都となった。イスケンデルケバブの発祥の地でもある。 ブルサはトルコの北西部マルマラ海とアナトリア高原の間の盆地にある。マルマラ海から内陸に約2 0トル、ウルダー山の麓に位置する。欠片の気候区分では地中海性気候に区分され、冬季は曇りや雨が多く、夏は高温乾燥し、日照時間も長い。夏は昼間は暑いものの、朝晩は非常に涼しく快適な気候である。オスマンガズイ。 ギュルス、ニルフェル、オスマンガズイ、ユルドゥルムを合わせて、ブルサシになっている。繊維産業、食品加工などが盛ん。また、トルコ国内の自動車産業の中心地であり、トファシュやオヤックルノーの工場がある。ウルジャーミー、ありがとうございます。